こんばんは。もうすぐで、もう少しでもう12時です。今何時なんだろう。11時48分、あと12分で12時、日付変わります。さっき帰ってきて、シャワー浴びて、でまたすっぴんにこのホテルの部屋着なんですよ。もう顔めっちゃテカテカしてますけど、すみません。今日はホテルの Wi-Fi を使ってお送りしているんですが、皆さんどうですか？映像の方乱れてないですか？乱れていたら教えてください。あ、平井さん、今ですね、名古屋のホテル、名古屋市内のホテルなんですよ。もうちょっとこっちの方がいいか。どう、大丈夫ですかね。ホテルの Wi-Fi 使ってるんですけど、どうですか。電波状況平気かな。なんてね、もうお休みの方もいますよね。明日金曜日だし、金曜日忙しいですもんね、会社員の方は。大丈夫かな。この間もね、なんかね、やっぱね、その何、 Wi-Fi の環境だったりとか、声が聞こえています。いや、映像はちゃんと映ってますか？なんかくるくるなったりとかしていないでしょうか？大丈夫かな。ね、自分の携帯だと普通に映っちゃってるんですよ。私がもう一個携帯を持っていると分かるんですけど、声は聞こえてるんですね。私あと1日早かったらAmazon でマイク買ったんですよ。やっぱりこれも音がちょっとはっきり聞こえないだろうから、Amazon でマイクをね買ったの。ワイヤレスマイクするとちゃんと音も拾ってくれるので、そう、だから次回のライブからはマイクつけてしますので、はい。映像の方はどうですかね。皆さん見てくださってる方、映像乱れてないか教えていただけるとありがたいです。どうなんだろう。今日はね、もうパソコンもう重いので置いてきたので、パソコンあるとね、どんな風につながってるかわかるんですが、さっき声は聞こえてますよってあったけど、どういうことなんだろう。もう今お風呂から上がってきて映像大丈夫、よかった。じゃあホテルの Wi-Fi ちゃんと生きてますね。コテで明日の朝ぐしゃぐしゃだと起きた時大変なので、コテでこう巻いて、でも顔はもう何も塗ってないです。はい。でもね、ちょっと乾燥するので、もうこれ持ち歩いてる、ちょっと重かったけど、もう東京から持ってきた。乾燥するんですよね、なんかこの時期しませんか。だから口も乾燥するから、リップつけてるし、グロスね、透明のねつけてます。いやー、今日から1泊2日で、まあ明日の夜結局帰るんですけども。あ、しげちゃんだ、こんばんは。なんかインスタのストーリーの方を告知したんですけど、なんか消えてってストーリーが、でもう一回ストーリー載せたら見れたんだけど、また20分ぐらいしたら消えてるんだよね。多分インスタ側のトラブルだとは思うんですけども、たまにねそういうことがあったりとかしますよね。皆さんまだ起きているんですね。明日のお仕事大丈夫でしょうか。今日は本当に真夜中の矢部美穂チャンネルです。はい、来ていただいた皆さんありがとうございます明日もですね、カンパニータンクの取材ロケ5件やらさせていただいたら、終わり次第東京に帰るのはいいんですけども、今台風13号来てるでしょ。だからちょっと心配。新幹線ほらお盆の時止まったりしてたじゃない。微妙な場所にいるよ、名古屋って。
岐阜羽島とかが泊まりやすいから、名古屋で乗って、あでもそうだよね、結局光とかのぞみ乗ってもその前が止まってしまってるともうアウトなので、でもそれはもう明日になってみないとわからないし、今東京って雨降ってるんですよね。さっき矢部家に電話したら雨が降ってるって言ってたので、お客さんが全然少ない、雨降るとお客さん少ないし、ちょっと今週暇で、土曜日はもう先約がありまして5名様は来てくださるんだけども、今日も暇で明日はどうかなっていう感じなんですよね。もし矢部家来てくださる方がいたらよろしくお願いします。ちなみに私は、土曜日と日曜日います。何度もお伝えしていますが、今月から日曜日も矢部家営業することになりまして、定休日は祝日と月曜日になりまして、なので日曜日やっています。で、新しい女の子がいよいよ入るので、ちょっといろいろ教えたりもするので、今週の土曜日と日曜日私お店にいますので、よかったらぜひいらしてください。おー、完全なるすっぴんですねなんかね、この間のホテルはなんかいい感じの照明がこのテーブルの上にあったわけですよ。今日は何もそういう照明がないので、そう、もう室内灯の上のだけだから、もうこのままやるしかない。どっちがいいとかあんのかな。いや、こっちの方がいいかな。ちょっとあそこでも物が少し映っちゃうけど、ちょっと待って、ちょい待ってね。この辺、この辺がいいかな。目がちょっとなんか明るくない？電波大丈夫ですか？ホテルだとだから時々また途切れたりとかくるくるでなっちゃったり、この間の家のやつ半分以上くる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 なってめっちゃ影響悪かった。自宅の Wi-Fi 繋がなかったんだよね。やっぱり繋がないとダメですね。ドコモの方でやってしまったので。今日は白内障手術だったからあんまり携帯見てなかったんですけど、 YouTube のお知らせが来た。あ、本当ですか、ありがとうございます。真夜中なのにこうして見てくださって非常にありがたいです。 あとね、ちょっと土曜日に、企画ものといいますか、今回私が撮って編集したやつが、あ、電波大丈夫、よかったです。流れるんですけども、オープニングとエンディングのその矢部美穂チャンネルの、あ、なんていうの、サムネイルじゃなくて動画を作ってくださった女の子がいまして、はい、めちゃめちゃ可愛く仕上がったので、そのオープニングとエンディングは、今週の土曜日からそちらを使わせていただきますので、まだ中身の映像は私が編集したやつなんですけど、その女の子が協力していただいて、めちゃめちゃこう小さい時からパソコンをやってる女の子なので、ね、プロじゃないんだけどプロ級なんですよ。で、写真をお渡ししたらなんかサクって作ってくれて、で、私なんかピンクがいいですって言ったらピンク色で作ってくれて、すごい可愛く出来上がったので、オープニングとエンディング楽しみにしていてください。でね、まあ正直編集時間かかるわけですよ。モザイク入れたりとかさ、テロップ入れたりとかで、どんどんこだわりが強くなっていくと、どん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 時間がかかって、最近寝不足だったわけですよ。そういう話とかを聞いてたら、じゃあ編集お安くやってあげますよって言ってくれて、今週と来週は私がもう編集したものが流れるんですけども、再来週からは今日もね、名古屋であるところに行ったんですけども、そこはねちょっと回させていただいたんですよ。ロケーション的にも良かったので、もうそういう素材を全部撮って、あとはその彼女に編集してもらうので、ちょっと私、ちょっとじゃない、かなり私楽になります。なんか私はこういった生配信のライブを
こうやってやったりとか、あとショート動画とかはね自分でまあ作ったりはできるんですけども、その本編の方の動画の方は、私が基本的に映像は自分で自撮りとかするんですけど、あ、スピンですよ、もうだって寝ないと。ただ夜のスピンって私あのメイクして落とすと意外にはっきりするからあんまり変わらないと思います。ちょっと幼くなる感じですよね。うん、何も塗ってない、だからテカテカしてるけどねだからね、あの本当にありがたいです、ありがとうありがとう本当に。なので、あの、あ、可愛い、ありがとうございます。なので皆さん、あのプロでは彼女はないけども、ちゃんとあのプロ級ですから、私からしたらもう本当にパソコンも上手にいろいろあの使える彼女が編集を再来週の分からしてくれるということなので、あの嬉しい。この前してたハートのブレスレットどちらのものですか？フーセレクトさんのです。あのこの間動画の方でもバッグとかご紹介紹介してたと思うんですけど、あのハートのゴールドのブレスレットはフーセレクトさんので、あれすごい安かったですよ。安い、3000円ぐらいだよあれ。あのインスタ私フォローしてますし、見てみてください。うん、ぜひぜひおすすめです。美穂さん趣味は何ですか？趣味は三輪読書の応援です。はい、絶対馬乗ってる時はレースなるべくだったら見たいから、今日も名古屋だけども、ほら今ネットで見れるじゃない。だから空いてるその移動中とかに見れたりするしね、生放送。あとは例えば仕事してたらあの動画録画したやつを見れるじゃないですか、アーカイブというかね。だからもう完全に三輪読書の応援は趣味と、あと、まあ、買い物ショッピングかな、ストレス発散というか、うーんですね。あと趣味なんでしょうね。そんな私でもこれといって趣味はないかな。いざこうやって聞かれるとなかなか答えが出てこないけど、うーん、あ、でも去年とかは、去年じゃないな、コロナ前とかはあの一時期アフタヌーンティーカフェにハマっていて、なんかいろんなホテルのアフタヌーンティーに行ったりとかしたんですけど、なんか甘いじゃないやっぱり、ですごい量もあるから、あの最近行ってない。ただフォーシーズンの大手町の方かな、2つあるんですよ、フォーシーズンで。東京にフォーシーズンホテルの大手町でね、大手町だね、そうだそう、大手町の方をあのアフタヌーンティーカフェはそんなに甘いものがいっぱい出てくるわけではなくて、ちょっとサンドイッチとか軽食っぽいのも入っていたりとかなので、あの好きです。はい、先ほどメッセージがあって、美穂さんはおしゃれなので、なんか美穂さんの、美穂さんが買われている洋服をブランドを教えてくださいっていうことですね。ありがとうございます。でもやっぱりよく買うのはめぐちゃんとこのイデアルーチェのお洋服が本当にあの多く買っています。大体買ってる、うん、私ね、オールインワンが、デニムのオールインワンが発売されていて、それが9月中に届くんですけど、あのオールインワンはすごくスタイルも見える、スタイルもよく見えるし、すごい美脚というか足も長く見えるし、1枚で着てもいいし、中になんかタートルとか合わせても可愛いから、なんか結構一年中着れそうなあのデニムの、またこのデニムの生地もすごく柔らかい感じで、まあデニムではないんだろうね、うん、はい、それは楽しいです、届くのが。趣味は貯金です。偉いね、平井さん偉いね。貯金が趣味、じゃあめっちゃ溜め込んでるってことですか？どれぐらい貯めてるんですかって聞けないけど、私はね、使う方なので、ほら子供もいるわけじゃないし、誰に残しとくっていうわけでもないから、
まあそんなにお金そもそもないしね。洋服も買ったり、コスメ買ったり、美味しいもの食べに行ったりとかするとやっぱり、使ってるかなくなるし、貯金は趣味じゃないな。どちらかというとお金入ってきたら還元しようみたいな感じで、還元したらほらお金は天下の回り物っていうから、困った時に誰かが助けてくれるんじゃないかなって、そういうふうに軽く思ってると、本当に困った時に助けてくださったりとか、お金が舞い込んできたりとかするから、そうね、割とため込まない。ただ、ちょっと前から500円玉貯金、インスタの投稿にもなかったかな、500円玉貯金で、普通の500円玉貯金じゃなくて、500円を入れるとカウントされる、こうデジタルで出るんですよ。今ね、3万9000円ぐらい貯まってる。だから数字が出るんですよ、デジタルで。あれめちゃめちゃね、いいよ。おすすめします。貯金箱、デジタルのやつ。いい良いダイエット法もあれば教えてください。スタイルが良くて羨ましい。私ね、皆さんね、多分ね、勘違いしてるのよ。あ、買った？え、どれ？何？貯金箱買ったの？貯金箱を買ったのかな？オールインワンを買ったのかな？貯金箱かな？今の話の流れだと。で、なんだっけ？今喋った。なんだっけ？一個前の話。なんか今聞かれたよね、私。ここ見ればいいのかな？消えちゃうんだよね。あれ？チャットすべて出る。あ、ダイエット法ね。ダイエット法は、あれです。あ、そうで、だから私スタイルよく見られるんですけども、体脂肪率も 30% ぐらいあるし、スタイルいいかって言ったら普通だと思う。悪くはもちろん、こういう仕事してるし意識してるから悪くはないけど、じゃあすごいスタイルがいいですかって言ったら、すごいスタイルよくはない。趣味はみおさんの動画です。だってありがとうございます。だから今トレーニングもねしているし、トレーニング動画も、3週間後ぐらいにアップされます。だからそのトレーニング動画から20代の女の子が編集してくれることになったので、本当助かるんですけど、そこからすごくちゃんとした素敵なじゃあなんかプロが作ったような動画に変わるので、皆さん楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。なんかさ、いろんな人の、私今まで YouTube ってそんな見てなかったんですよ。いろんな人のやつを見てたら、みんななんかおしゃれだし、声もちゃんと入ってるし、音楽もちゃんとね、チャラーンとかベルがさ、チーンって鳴ったりとかさするわけよ、効果音が。その効果音もその何探してくるのが結構大変で、パソコンも使えるんだったらね、そういった効果音もすぐこう探せるんだろうけど、なんか私が使ってるアプリの効果音が微妙で、結局なんか使えずで、だからいや、これでも本当に大変だよね、こうなってしまうと。で、悩んでいた矢先、助け船がやってきたんです、突然。こんばんは、美穂さん綺麗なのでいつ見ても癒されます。だって終わり師匠ありがとうございます。カウントダウンです。メルカリで購入しました。カウントダウンってその500円玉のやつかな。あれね、メルカリで買わなくてもめっちゃ安い。アマゾンでもね、すっごい安かった。なんか2000円ぐらいだよね、貯金箱デジタルなのに。あれはね、おすすめ。私のやつは500円で50万円貯まるやつなんですけど、500円の貯金箱で100万貯まるやつも確かね、あったはずです。でも100万だとちょっと500円が気が遠くなるから、50万円っていう現実的なものというか、そっちの方にしたんですけど、たださ、なんか最近川崎宅にもちょこちょこしか帰れてないから、500円玉を入れられてなくって、で、こう500円、
でもお財布にある時、あ、これ川崎行ったら入れようと思うんだけど、なんかその前使っちゃったりとかして、今多分ね39,000円ぐらいでストップしてる。だからちょっと三輪道機種に追加でちょっと入れてもらわないといけないかなと思って、だからそれでたまったらなんかバッグ買おうみたいな、ブランドのなんか高級バッグを買おうかなと思っていたんだけども、やめます。なんかもうバッグとか高いから、もうほら円安でさ、もう高いんですよとにかく。だからなんか今ちょっとそのブランド熱は冷めた、よりはなんかあの手頃でも可愛いものを持ちたいなと思って、まあたまにはね、なんかジュエリーとかさ、そういったものは一個いいもの欲しいなとか思うんだけど、ちょっとバッグはしばらく休憩。そうアウトレットでも買ったのよ。そう紹介してないね、紹介する。だからそういったものもあのそう消化しようね。今度川崎、あでもあれは違う、あれは密宿の方にあるんだよね。こういう時不便だよね。普通はその通い婚とかじゃないからさね、あの全部バッグ見せれるんだけど、このバッグは向こう、こっちのバッグは川崎とかなの。うん、あイデアルーチェの洋服大好きです。で可愛いよね、めぐちゃんとこの、なんかデザインがねすごくハマるっていうか、うん、あのここのほら何、あの例えばさ、こう V ネックでもめぐちゃんって結構ちょっと深めに、ま、こう大人の女性が着て品があるというか、綺麗に見せてくれるラインにしてくれるじゃない、ネックの部分を。やっぱ私詰まってるやつ、めぐちゃん見てたんだけど、私も顔太って見えちゃうし、あとなんかね、なんかここ窮屈だとなんか脱ぎたくなっちゃうんだよね、どうしても。だタートルも私着ないし苦手なの、うん、でもなんかその辺考えられてて、そうこう丸首だろうが V ネックだろうがすごいいいバランスで作ってくれるから、うん、買っちゃうんだよね。すごいいいですね。でも今度ね、来週はドルチェさんの展示会、ドルチェさんの洋服も好きでドルチェさんも行くし、あとそうだ、もう一箇所韓国かな中国で人気のお洋服の展示会もちょっとご招待されて行ってきます。それもちょっと YouTube で見せられたらなと思って、ちょっと聞いてみないとあれなんですけど、まあ、関係者の人も多分来るだろうから展示会だけど、うん、ちょっとまた編集をねやってもらえるほどになったから、あのいい映像逆にいっぱい撮ってこれるなと思って、うん、そっちに私はもう力を注ごうと思って、もう両方やるのは無理ですよ。だからみんなのやつ見てもプロの人が作ってくれてるからね。だからやっぱり音楽もいい感じだし、効果音もいいタイミングで入るし、映像も綺麗だし、音も綺麗だし、まあ、パーフェクトなわけですよ。もう、ね、携帯でねちょこちょこはね、ちょっとね限界もあるし難しいですね。今日ホテルから生配信ですか。そうですよ、翔吾さんありがとうございます。ホテル名古屋市内のホテルからすっぴんで今お届けしております。完全にコンシーラーも何も塗ってないし、フィルターもかけてないし、もう完全なすっぴんでお届けしております。毎日 TVer で温泉行こうのドラマ見ていますよ。ありがとうございます。なんかこの間もおっしゃってましたよね、今ちょうど5が放送になってんのかな、ね、私の大好きなカーラー、もう私このカーラー好きなんですよ。昭和を感じてください。なんかいろんなほらカーラー出てるけど、これが一番私にはあのこのなんだろうな、サイズ感とかも大きいとまだダメなんです。で、まあ、小さいとダメなんです。この5センチぐらいなのかな、直径というか、これがめちゃめちゃすごくいい。スピンもすごく可愛いですよ。ありがとうございます。だからね、このカーラーあんま売ってないよね。100均に行ったら売ってんのかな、似たのはあるけど、これじゃないとダメなの。これを必ず
自宅だったら3つ1、2、3でするんですけど、こうやってロケの時とか地方に来る時は荷物を減らしたいタイプなので、1個とコテを使って巻くんですけど、本当はねいつもこのコテじゃないんですよ。まあ三宿の方はリファのコテを使ってて、川崎はなんだっけな、どこかのブランドの使ってたんですけど、くーちゃんがですね、私がこの間どこからだっけ、私どっかこの間地方行ってました、あ、北海道から帰ってきてコテを置いてたらかじっちゃって、この線をコードをかじっちゃって、もう危ないからしました。でなんかコテないかな家に、って予備ないかなと思ったらあったから持ってきたけど、ビビりましたよ。もうコテないと無理だから、髪の毛ぐしゃぐしゃになっちゃうから。はい、名古屋でしょ。名古屋はさっきあれ食べましたよ、あれ手羽先っていうか、世界の絵祭り行ってきました、さっきスタッフさん3人で。はい、それもさっき YouTube に撮ったから、それは来月ぐらいに上がるはずなので、久しぶりに数年ぶりに世界の山ちゃん行って、手羽先、あともつ鍋、なんかね胡椒がブームなのかな、なんか手羽先もすごい胡椒強めだったし、もつ鍋もまあいろいろあったんだけど、なんか胡椒のもつ鍋がおすすめですって言ったから、胡椒のだから結構こう辛かった、だから大人向けよね、子供はちょっと辛くて食べれないと思うし、あとねあれ美味しかったよ、台湾焼きそばもすごい美味しかったのよね。私さ、この間パーマかけたんだけど、もうちょっと強くかけてもらおう、言うの忘れた、ちょっと軽くかけてもらったから落ちちゃうから、もっと強くしないと、やっぱ髪の毛が傷んでるんで、私すぐ落ちるのよね。もちろんこのケープ、今日ブルーだのケープ、いつもも紫のケープ、あっちの方がスーパーハードだから、これもスーパーハードなんだけど、もっと紫の方がほらスーパーハードじゃない、強力じゃない。はい、チャンネル登録増えましたか、チャンネル登録ね、あ、少しもうちょぴっとで400人、まあ先週から始めてるから、なかなかねそのインスタのフォロワーの方が YouTube に直結するわけじゃないから大変だけど、毎日減ることはなくて、数人でも増えてきてくださってるので頑張ります。だって多分私インスタも最初全然いなかったけど、本当にちょっとずつちょっとずつ増えて、4年でね5万7000人だったから、まあ YouTube はちょっと違うかもしれないけども、とりあえず1000人を目指さないといろいろ大変なので、4000時間と1000人、はい、なのでちょっとライブの方はできる時に一生懸命しようかなって思っております。はい、うんです。はい、今日は1時間やります。はい、まあ1時前までやって、そうね1時前までやって、で多分すぐ寝れないだろうから、まあ多分寝るのね1時半から2時の間だと思う。で明日は9時にロビーに行けばいいから、まあ寝れるじゃん。ただメイクしなきゃいけないから、明日は8時ぐらいに起きて、で9時にロビー集合で、9時半から1軒目、はい、代表に会って5軒回りますので、あとダメだね、明日ほんと台風13号が来ているので、その移動も車なので、すっごい雨がさ豪雨みたいにバーって降ってきたら渋滞しちゃうじゃない、なんかちょっとそこがね心配だなと思って、豪雨嫌だよね、ガーって降ってくるから、もうどうしようもないじゃない、あんだけ降られたらね。で最近なんかすぐ上がるかなと思ったら結構そのまんまの勢いで降ってるから、そんな雨が明日降らないことをまずは私は祈りたいなと思っております。はい、皆さんは明日何時に寝るんですか？なんかこうやってテッカテカ。明日何時に寝、明日じゃない、明日何時ですか？皆さんお仕事。普通に
早いですよね、金曜日だから。皆さん何時ぐらい寝るんですか？2時とか1時過ぎとかかな。ねえ、お仕事ですよね、明日金曜日だもん ね、 ね、今チャンネル登録とグッドボタン押しました。大丈夫ですか？あ、菊池さんありがとうございます。終わり師匠さんは9時出勤、お疲れ様です。あのちゃんと起きれますように。でも9時出勤だったら大丈夫ですよね。うん、まあどれぐらいその通勤時間かかるかにもよりますけどもね。え、近場の人もいればね、え、地方から行ってる方も通勤されてる方もいるだろうしね。え、そう、まあでもとりあえずまあ YouTube もこうして始めたし、まあ何でもとりあえずなんかこれからはやろうと思ったことはなんか行動に起こしてやろうかなと思って、なんかやらなきゃな、やらなきゃなって、あのん、仕事はチャリで18分ぐらい、あ、だったら8時ぐらいに起きればいいのかな。明日もお仕事お忙しい、お忙しいですね、5件あるんで朝から。雨が降らないことを祈ります。東京もね雨だしね、こっち東海地方も雨だからね、やだね明日雨。まあ、雨降るとやべえけどお客さん来ないかもしれない、困ります。暇なのやだ。でもなんか去年のいつだっけな、恐ろしいほど混んだんだよね、あれ。たまたまなんですけど、ありえないぐらい人が来て、うん、そうならないかな、突然が来るみたいなね。明日の台風来てて危ないから気をつけていってください。そうなんだよねやっぱりね。みほさんオフ会やってください。オフ会やべけでやっちゃダメやべけでオフ会ダメですか？飲みながらオフ会じゃないじゃんって感じか。いやでもちゃんとオフ会っていう形でやべけでやるのどう？うんねねとか言ってねえ、なんか他でやるとほら場所代も高くつくからさ、やべけだったらそこほら安く済むじゃんねえ。でお財布にも優しいじゃん皆さんのさリモートですね、いいですよ。リモートですね、いいですよ。リモートいいです。あ、これがってこと？仕事がリモートってことなのかな。最近ほろ酔い動画なくて寂しい。あー、ほろ酔い動画ね、酔っているというか、その時はお客様があのいたりするので、なかなかそのまたインスタライブやるタイミングがこれです。あ、これ？あ、これいい感じ？あ、よかったよかった。ほんとメイクしてお届けしたいんだけど、この時間にさ、もう一回お風呂からさ、あ、まあシャワーだけどね、シャワー浴びて出てきてメイクするって肌にも負担だし、その後私またメイク落として寝るってちょっとさすがにきついなと思って。でも本当はメイクしたいのよ。だって絶対メイクした方が顔もはっきりするしさ、いいじゃん。だってしかもこれほら何も証明ないからさ、うん。てか動画今日は平気そうですか？もう最近の私の生配信のあの動画の方は全部ほら、なんでもうくるくるってなったり、あのあれ口パクじゃない、口パクみたいになったりとか、声だけ遅れて届いたりとか、まあ、私もそのアーカイブ見て分かったんですけど、そんなんばっかりですけど、今日は大丈夫なのかな、ちょっと教えて、どなたか教えてくれたら嬉しい。また巻き巻きする女、なんか照明がね、照明命なのよ。もう照明あるかないかで全然ね顔違ってくるからね、少しでも明るい方。あ、大丈夫なんだ、よかった。なんかこの間はホテルの Wi-Fi 私繋げばよかったよね、北海道の時。あの時さ、あの時どうしてたんだっけ、
あの時携帯でやってたっけ？だから Wi-Fi 使ってなかったんだよ、結局。だからあんなことになってしまって。みんなほんと綺麗な状態でね、やってますからね。画素数大切だよね。ただ今の携帯もね、本当にいいから、これ、iPhone13 のプロマックスかな。だから画像自体は綺麗なんだけども、でもなんだ、結局その電波状態が悪くなると、こうね、生配信とかでも綺麗じゃなくなっちゃうしね。だからと思っております。でもね、すっぴんの時あんまり鮮明に映ってもやだ、 4K みたいな感じで映っちゃうと全部さ、シミとかさ映るじゃん。もうそんなのは嫌なわけですよ。できたら隠したいからさ。でももう真夜中だからメイクバッチリしてるの、なんかそれはそれでいかがなものかっていう。しかもこんなパジャマ、ホテルのパジャマ着てさ、なんていうの、メイクバッチリしてたら変じゃ、アンバランスでしょ。ねえ、だからやっぱりまあこういう部屋着というかパジャマにはもうすっぴんの方が多分合うだろうし、美穂さんマクドナルド行きますよ、行くんですよ、今度動画でそのマック食べてる動画もあるわ。 どういう時に私がマックを食べてるか、近日公開です。はい、なんですよね。メガネをかけ出す。私目悪くないんです。目いい。だてメガネです。なんかすっぴんの時とかはだてメガネをかけたくなる。あ、ちょっといろいろカバーできるじゃない。あとちょっとほら、だてメガネが可愛く見えるじゃない。この肌の感じも全部見えないじゃない。なこの辺隠れるからさ。 この辺シミとかあるからさ、メガネかけてちょうどいいっていうかさ。楽しみ、マック食べてるミホさん、キュンキュン食べてますよ。食べながら一人で動画回してたからね。でもほら声出せないから。でも声今度から出せるのよ。だからマイク、ピンマイク、うちのポストに入ってんのよ今。川崎じゃなくて世田谷の方のにマイクが、ワイヤレスマイク買ったのね。だから何、今度からはこういうライブの時もそうだし、動画撮影の時もちゃんとピンマイクするから、小さい声でもちゃんと拾ってくれるわけですよ。それを本当は今日やりたかったんだけど間に合わなかったんですよ。届いたの。 今日朝出ちゃったからさ、間に合わず。でも次回からはちゃんと音ももっと綺麗に鮮明に聞こえます。で、私本当に欲しかったものがあって、マイクで。結構その YouTube 見てたら何人か使ってたんですけど、なんか DJ マイクみたいなやつ。何？イベントマルハン7日だから行ってやったらとことんやられて、6万負け、キー！キャー！ 6万負け！今のパチンコ取り戻せないでしょう！ねえ。あ、スピンだと普通っぽいタレントさん。普通っぽいタレントさん、何？普通っぽい感じでいいですよって来たのかな？なんかこれすぐ消えちゃうのよね、メッセージ。普通っぽいタレントで可愛いですよ。だって、ああ、すっぴんだとね。そう。これずっと出すと私隠れちゃうから、ちょっと待ってね、これでいいのかな？そう。ミオさんといつかお会いしたいです。悪くないんですか？そう、目悪くないです。でも、だってメガネは持ち歩いてる。やっぱすっぴんの時とか、なんか素肌を見られたくない時に、しとくとカバーできるから、ね、だから。あと私、そう、日焼け対策で、目にですね、もうシミが前にも言ったかもしれないけど、できてしまって、シミ。目の中にシミが。目の中にシミが。だからもうそれからサングラスっていうか、これもほら、UV カットをされてるからしてます。だからその、すっぴんで素肌を全部さらけ出したくないから、あえてメガネっていうのと、目が焼けないように UV ですよ。皆さん本当目焼けて、目にシミできるから、日中特にほら、本当に今日差し強いから、サングラス、UV
カットのやつ絶対した方がいいですよ。かけてください。本当なんか麺のおしみはあんまり見た目も良くないです。そう、私あるのよ。なんか気づいたらできちゃっててショックです。だって目のシミって取れないでしょ、レーザーとかで。無理だよね。こういうところのはさ、美容クリニックにお世話になればさ取れるの。あと私実はこれ言ってないよね。言ったかな。いや言ってないんじゃない。最近なぜ私美容クリニックに行っているのかと言いますと、さあここで問題です。なぜ私は今美容クリニックに行ってるんでしょうか。何を施術してるでしょうか。さあお答えくださいここで真夜中のクイズです。あ、整形ではないですよ。整形では行っていないです。とある、まあ、お悩みがございまして、まあ、これね、妹もみんなそうなのよね。前言ったかな。でも言ってないかもしれないな。うん、まあお悩みがあって、まあ見えないとこなんだけどもちょっと嫌だなと思って言ってるんですけど、分かった人カキカキしてください。さあ美容クリニック私今通ってるんですけども、何しに人が施術しに行ってるんですけども、まあ、治療っていうんですか、施術言えないけど行ってるんですけど、何だと思いますか。何だと思いますか。みんな考えてる。シンキングタイムよ。何だと思います。ちょっと誰か書いてください。皆さんちょっとみんな見てるんだから書いてよ。なんか書いてくんないとブーブーとかピンポンとか言えないんだけど美容クリニック、まあいろいろありますよね。点滴とかではないよ。うん、あのビタミン C の点滴とか血液クレンジングとか、前血液クレンジングやったことあんね。30代湘南なんだろ。あ、違う違う、あのクリニックの名前じゃなくって美容クリニックに私は今行ってるわけですよ。そこで何をしているかです。はい、クリニックの病院名とかじゃなくてはい、まあ、南青山のねクリニックに行ってるんですけど、妹が紹介してくれて、めっちゃ安いのよ。めっちゃ安いし、あのちょっと今なんかちょっと違う LINE が目に入っちゃった。今 LINE がちょっと来ちゃってごめんなさい。あのすっごいまず綺麗なの。そしてお値段ももうめちゃめちゃ安いわけよ。でオペレーションも素晴らしいわけで、皆さん笑顔なの。あの語尾とかがちょっと強い人いるじゃないですかね。お姉さんたちちょっと怖い、怒ってるのかなみたいな、結構多いんですよクリニックとか病院とかって。みんななんか優しいの。だからパーフェクトなクリニックさんなんですよ。でも院長先生というかそこの先生に、あの宣伝しないでくださいって言われた。なんでですかって、いやうちは破格な値段だから、紹介あんましなくていいんですよって言われたの。ピコトーニング、あーそれはなんかいずれやろうかなと思ってるんだけど、ピコトーニングじゃないんですよ、もっちが。そうで、その私が今やってる治療があるんだけど、それもすごい普通の、まあ、病院だったりクリニックだと、うん、そうね、あの面積だったら10万とか、まあ、安いところでも、まあ、7万からかかなると思う。うん、私ね違うところ行ってたの最初で、まあこの、あ言っちゃう答え言っちゃいそうになっちゃう、まあ、ある部分を やってもらったら、それはあの10個だけだったから10個だけもうヒントって10個だけだったから1万いくらだっけな、1万ちょっとだったわけ。でも私ははがきサイズ2枚分だから結構面積多いんですよ。で麻酔込みで1万6000なの、絶対それはないわけですよ。だからもう本当に
すごいですねって私が言ったら、でも宣伝しないでくださいねって言われて、そうだからあえてその南青山しか私は言ってないですけど、あそこはいいわ、で最新の技術というか最新のマシンというかそういったものも今度10月にねいいやつが入るんですって。だからそのなんかお試し期間じゃないけどキャンペーンでまたまた安いんですって。シミ取りめっちゃ近い。シミ取りはやってた、やってました。もう言いますね答え、名前がねちょっと悲しくなるんだけど、老人性イボタトゥーじゃない老人性あ違うあそう老人老化性イボじゃない老人性イボ、老人性イボが矢部さん結局ねこのブラジャーするじゃない女性って、するとこの辺って摩擦が起きるじゃないですか、ブラジャーって締め付けるから、そういった影響もあって、まああとはもう体質です、うちはもうみんな老人性イボが出る体質らしくって、もうこの年齢だったらうちの妹たちもちょっと出ちゃって、もうでもうこの辺ってもう私もグラビアやってないし見せないんだけど、でもそのショート丈のほら着たいって私散々言ってるじゃない、その時になんかその老人性イボとシミみたいなのがちょっとでもなんか嫌だったんですよ、せっかくトレーニングしてるのに。でもう高いし10個ぐらいで1万かと思って、で10個じゃ効かないからさ、もっといっぱいあるわけ、両方数えたら何十個ってあるわけですよ。それをお安くできるところを妹に紹介していただいて、しかもすっごい綺麗に今だんだんなってきて、もう本当に嬉しいです。はい、でもあそこの本当オペレーションは素晴らしいです。だから混んでるけど混まないんだよね、オペレーションが行き届いてるから。皆さん本当にいつも笑顔だし気持ちいいですよね、やっぱりね。なんか病院とかお店とかもそうですけど、やっぱりその挨拶というかそのやっぱり笑顔で迎えていただけると、嬉しいし、あの安心感、があります。大原さんとコスプレする機会があるからですか。いやもう私あのオールテックさんのあのなんだあれなんだあれって、まあ、もうしばらくもうしばらくっていうかもうやってないからね、あれですよ、あのレースクイーンですよ、この年齢でレースクイーンはないかな、もう出てこなかったわ。レースクイーンはもうまあ卒業しましたので、あれは期間限定1年だけだったんで、はい、もうだからでもねあの時私出してないからお腹出したくないって言ったので、私だけお腹出さないような感じでコスチュームを作っていただいたんで、あのお腹出してないコスチューム私だけね、みんな出してたけどね、私すみません私はあのお腹出せないんで、足は出してもいいんですけどお腹だけは出せないんですみませんけどって言って、あのお腹を出さないようなコスチュームにレースクイーンのにしてもらいました。はいです、はい、そうでね、老人性イボですよ、名前嫌じゃない、老人性イボですよ、初めて聞いた。そうイボだけどなんていうの、ポコってなってるの、ちょっと凹凸があるっていうか、それは老人性イボっていう名前なんだって、ただのイボじゃないの、老人性イボだから、私は老人さんなんです、あんなもうやだ、だから取った、はい、初回、左側取って、でこの間右側やってもらった、もうちょっとしたら両方とも綺麗になってツルってなります。ただまた時間が経つと出てくるし、やっぱ保湿が大事だって言ってました。保湿しないとね、あのまたこう摩擦すれて結局できちゃうから、ちゃんと保湿をしてくださいねと先生に言われたので、これからは保湿をさらに体の方もね気をつけたいと思います。とか皆さん、まあこれ体質があるからできないとできないんですけど、でもやっぱりある程度年齢いくと多少できてきますよ。あと私顔にも、実は矢部さん顔にもありますよって言われた。まあ病院の場合三輪堂さんなんだけどね、本名三輪堂さんだから、
三輪のおっさんって顔にもあるが体質ですねって言われて、多分ここの最初私脂肪だと思ってたの、ここにね見えないんだけどポコポコってあるわけ、脂肪かなと思ってたけど、うん違いますよ、それも老人性脂肪ですよって言って、顔にも老人性脂肪かと思ってへこみました。なんかこのサムネイルのタイトルある、闇美穂老人性イボがってしようかな。なんかサムネイルってなんかタイトルとかがすごく大事っていう、まあ皆さんが見てくれるようにインパクトのある方がいいから、この間は普通に真夜中のインスタライブだったけど、また一緒だとつまらないけど、つまらないから、闇美穂、闇美穂チャンネル老人性イボクエスチョンみたいな感じにしようかな。いいかもね、美容系はほらみんな好きだし見るじゃん、なんだそれって思うし、初めて聞いた人もいるでしょ。明日は仕事だから早く起きなきゃならないから、明日の朝は早いんでしょ。明日の朝ね、でもね8時に起きます、8時に起きるから大丈夫なのよ、うん、あと10分、1時間喋るからさ、あと10分喋るわ、皆さんだからあと10分付き合ってください。でも嬉しいです。なんかこんな本当にもう12時ね過ぎて、もう少しで1時になるなろうとしてるのに、私のこのトークに付き合ってくださって、しかも老人性脂肪の話をずっとしてるという。はい。みょうさんは人間ドック受けたことございません。はい。本当はもう46なんで絶対受けないといけないんでしょうけども。なんかね自信があるんだよな、大きな病気、まあ子宮はね結構皆さん筋腫があったり軟膜症があったりとかねするから、そうまあしょうがない、しょうがなくはないけども、まあこれも家系ですね、うちみんな子宮筋腫とかあるから、うん、私もたくさんできちゃったりはしてるんですけど、それ以外はそんなお酒飲むわけでもないし、タバコ吸うわけでもないし、食生活はねどうかな、うん、乱れてる人は乱れてるっていうか、それもあるけども、特になんか大きな病気をしたことがないから、あれなんですよ、なんか人間ドックとかなかなか、あと私ほらなんだろう、自分が代表になっちゃってるから、そうなのね、で社員ママしかいないし、なんか行かないの、本当はやらなきゃいけないんですよ。いや区からも来てますよ、なんか無料で見てもらえますよみたいな、でもね行ってないのよね。なんか先ほど三輪堂騎手旦那さんは矢部さんのご実家に行かないんですかってことですけど、しょっちゅう来てます、はい、しょっちゅうしょっちゅう世田谷のお家の方に、ご実家っていうか、まあ、私母と住んでるし、彼とも住んで通い婚してるので、もうお互い行ったり来たりしてるから、ご実家っていうか、なんご実家ではないよな、うちご実家、その一般的なご実家とうちはちょっと違うかも。まあ父親はちょっとねあれだし、もう離婚していないし、お母さんと私だけじゃん、あとワンコね、くーちゃんだから、なんて言うんですか、でも家賃私払ってるでしょ、だから実家ではないよね。入選か、あ、なんか私ゴルフの商品でその婦人科系見てあげますよっていうのが当たって、あ、旦那さんのご実家、あ、行きますよ、行ってます、行ってます、この間行って、今度10月の21日、今日お母さんからLINE 来ました、みほちゃん21日大丈夫かしらって、和食と中華どちらがいいですかって来たけど、どっちでもいいですって返しました。だって分かんないんだもん、もう和食でもいいし中華でもいいし、もうそこはなんかお任せしますっていう風にお母さんにはお返ししました、はいです。あ、だからたまに行きますよ、とりあえず今度10月の21日に法事があるので行きます。なんか結婚するとさ、ご実家行ったりさ、そういったなんか法事とかさ行くじゃない、私さ今までさちょっと独身生活45年だったわけですよ、
なんかさ、いきなりさ、法事さ、行くとかなるとなんか変な感じするよね。慣れないもん、まだ。うん。全然慣れない。なんか変な感じ。うん。慣れるのかな、ずっと行ってると。うん。ただよく喋りますけどね、実家行ったら。うん。普通にお父さんとも、お父さんね、三輪特集のお父さん、無口なんですよ。無口だけど、私とは喋るの。喋ってくれるの、お父さん話しかけてくるの。だから最初お母さんがびっくりしてた。あのお父さんはね、基本誰が来ても喋らないのに、美穂ちゃん来たらなんか喋りかけてたから、やっぱり芸能人ってすごいのねって言ってた。いや、芸能人とかそこは関係ないと思うんだけどね。でもなんかあんなにお父さんがあの喋ってたの初めて見たっていう風にあの言ってもらって、なんかそれ嬉しかった。だって普段喋らなくて無口な人が私には話しかけてくれるって嬉しくないですか。しかもほらね、お父様ですから、三輪読書のね、うん、はい、仲良しファミリー。そうよ。ちょっとまたね、またチャットのメッセージ消えちゃったから読みますよ。ケンタさん、ケイタさん、美穂さんこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。やばい、だんだん元気になってきちゃった。元気になってきちゃった。どうしよう、まだやめたくないかも。なんかみんながやっぱコメントくれるとさ、話したくなるのよ。めちゃめちゃ綺麗です。本当にでもすっぴんなのよ。本当コンシーラーも何も塗ってない、すっぴんなのよ。しかも照明もリングも何もないの。あ、でも私今あれやってる。そう、あとあれやってるのよ。あ、でも今言わないとこ。プチ整形じゃないですよ。プチ整形ではないけど、肌質改善であれをやってるの。ダーマペンでもないです。ダーマペンはちょっともう1回でやめました。違うのやります、やってます今。で今ダウンタイム中で皮がめっちゃめくれてる。でもこれ絶対つるってなってきてるもん、肌が。これ3回やるんですけど、皮が今むけてるんだけど、あんま今いっぱい塗ってるから、塗ってるってあれだよ、こういった美容液とかあの化粧水とかいっぱい塗ってるわけ。皮が剥がれてきて、薄皮みたいな剥がれてきてるから、来てるから。急に早口になっちゃった。だからあの、え、次回 YouTube ライブするときは時間教えてください。あ、一応告知したよ。言ってないですか。告知した、したあのストーリーでもしたし、この YouTube の方にも事前にちょっと1時間半2時間前だったけど、したから通知が行くはずなんですよね。通知が来ない場合は通知来るように設定してください。すると連絡が行くので。ヒト幹細胞、ヒト幹細胞は日頃美容液使ってる。ヒト幹細胞培養美容液、長い言えないけども、それの使ってるんですよ、日本メディカルさんの。めちゃめちゃいいですよ。はい、私は 50% と 10% の使ってるんだけどね。はい、それじゃないです。でもヒト幹細胞のそのクリニックのやつじゃないんですよ。まあ、ピーリングみたいなやつです。ピーリングもいっぱい名前があって、今手元にその紙のシールがないからですけど、3回私はやるので、私の肌がどれだけ綺麗になるかお楽しみに。でもなんか絶対このほら薄い皮がさ、なんでやったかっていうと、私ここに今シミがあったと、ここにもあるんですよ。で冷凍窒素でなんかやってもらったんだけど、なかなか効果が見れなかったし時間かかるから、それを南青山さんのそのクリニックさん、私が行ってるクリニックさんに言ったら、ピーリングがいいんじゃないんですかって言われて、結局この薄皮が取れると、そのこういうシミとかも薄くなっていくわけですよ。確かにそっちの方がいいんじゃないと思って。しかもそのシミだけじゃなくて、顔全部その綺麗に綴って、赤ちゃん肌、まあこの年齢なので赤ちゃん肌にはならないとは思うんですけども、まあ、近づけるというか、なんかすっぴんも怖くないってなりたいですよね。そうだからね、いろんなね、いいそういうヒト幹細胞の美容液をお家では使って
で、やっぱクリニックにもこの年齢なので、まあ、こういう仕事もしてるし、ピーリングとかだったらいいかなと思ってやっております。はい、だから今テッカテカでしょ、なんか 光ってるでしょ、皮がめくれるとさ、なんか光るじゃない、なんかね。そう、でも日焼けしちゃいけないから日焼け止めのクリームをしばらく塗らなきゃいけないんです。うん、まあそんな感じで、もうその老人性イボやら普通にシミやらがそう出てきたので、体にはさ、その人幹細胞培養美容液とか塗らないからさ、やっぱりそんなの全部塗ってったらとんでもない額になりますから、そういったものはやっぱり基本もう首から上よね、うん、はやってますけど、他のもう老人性イボとかなってきたら、あとはもうなかなかその消えないそのシミとかはもうやっぱり医療に頼った方がいいと思うので、それはね、うん、先月から通ってるんです。だからお金がかかるから頑張んないと、頑張って仕事しないといけません。安倍さんよろしくお願いします。私だから土曜と日曜、今週の土曜日日曜やべきますので、もしお時間の許す方いらっしゃいましたら、どうぞやべけ20時から1時までやっておりますので、いらっしゃってください。よろしくお願いいたします。というわけで、美穂さん本当にPKですよ。で、今日って一回も映像乱れなかったですか？大丈夫だった？奇跡起きた？ホテルの Wi-Fi だったけども奇跡起きたかな。あとで私もこれ、まあこれ見ちゃったら寝れなくなっちゃうから、明日移動中とか見ますけど、大丈夫だった？一回もなんかくるくるってなったりとか、ザーって乱れたりとか、ならなかったですか？声が遅れて聞こえたりとかなかったですか？大丈夫ですか？だと嬉しいな。やっぱり普通に Wi-Fi 使えばさ、大丈夫だったって話じゃないですか、結論言うと。でもなんかホテルの Wi-Fi でもやっぱり電波状況が悪かったりとか、あとその部屋の場所だったり、みんなが急に、まあ一斉にってことはなかなかないけど、でもその電話を使う時間帯が重なると悪くなるっていうのを聞いたんですけど、この時間だともう皆さん寝てるから、ホテルで今 Wi-Fi をリアルで使ってる人多分少ないよね、この時間だとね。だってホテル使う人って明日もあるから早く寝るからね、そんな遅くまで起きてる人少ないもんね。で、どうですか、その画像乱れてないですか？美穂さんは夏肌焼けましたか？夏はそんなゴルフもそんな行ってないし、焼けるようなことあれですよ、ユニバこの間ユニバ行ったじゃないですか。あの時だけもう猛暑日で37度ぐらい大阪あったから、あの時だけ焼けました。でもそれ1回だけです。あ、よかった、1回も乱れてないって映像嬉しい、よかんな。あのね、映像がね乱れるとね、YouTube 見てる方っていなくなるんだって。それはYouTube をやっている関わってるスタッフさんに言われました。やっぱ電波状況が悪くなっちゃうとみんな抜けちゃうから、基本本当はそこはね、Wi-Fi よくやるところだったら Wi-Fi だったり、その電波状況をよくしてルーター買ったりとかちゃんとしてくださいってことを言われたんですけどね。まあ、あとは今もっと音が、このピンマイク明日受け取りますから、家帰ったらでピンマイクつけてあったらちゃんと音も拾えるし、ちょっとそれは楽しみ。だんだんちょっとまだ全然 YouTuber じゃないですけども、でもなんからしくなってくるじゃないですか。いろいろ見て、あ、何これって、あ、こんな、あ、そうだ、思い出した、私さっきさなんか違う話しちゃって、途中でそうマイクの話したでしょ。欲しかったマイクがあったんですよ。それいろんな人が結構使ってて、その DJ じゃないですけど、それパソコンにつなぐ用だったんですよ。なんかね、7色とか何色なんだろう、なんか光るのマイクスタンドで、なんだろうな、こう周りが7色とか色が光るんですよ。でだからこうやって、まあ、なんかこういう形をスタンドのマイクだからこういう形で、でこの周りがすごいなんか光るの
だから映えるわけ、こうやって。これがだって7色とかに光ってみ、おしゃれでしょ。で結構このぐらいの大きさなわけ。それを私も置きたい、買おうと思ってクリックしようと思ったんです、 Amazon のボタンを。そしたらあれと思って、これ iPhone 用じゃないわと思って、パソコン用なんだと思って、あ、私はパソコンあれは返してしまうしと思って、だからあ、これはダメだと思って、だったらもうワイヤレスのマイクにしようと思ってそうしました。まあでもパソコンはどちらにしてもちょっとゆくゆく買わないといけないなと思ってます。その YouTube とかじゃなくて、パソコンある程度簡単にちょっと使えるようになりたいので、そう、そしたら YouTube の時にだけさ、あのそのマイクスタンドをこうやって置いてさ、つないでさ、できるじゃん。それぐらいだったら別にいいよねと思って、そう、それもなんか、うん、ちょっと形から入りたいと思って、そう、いろいろあるんだよね、小道具というか。なんかブーブーとか鳴るやつもあるらしいよ、ピンポンとか。まあでもそれはちょっと早いかなと思って思ってますけども、はい。そんなわけで皆さんも多分寝たいと思うので、寝ましょっかね。はい、ありがとうございました。というわけでもう日付変わったんですけども、明日も、B プラスの取材で名古屋市内5軒回りますので頑張っていきたいと思います。寝る前に可愛い矢部さんと話してるみたいで嬉しいです。あー、またしげちゃん遊びに来てください、お願いいたします。はい、そんなわけで明日台風来るみたいなので皆さんも気をつけください。私が新幹線でちゃんと帰れることを祈ってください。多分新幹線は6時ぐらいに仕事が順調にいけば終わるから、6時半とかそれぐらいの新幹線に乗るので、その時に普通に新幹線が動いてることを願ってください。よろしくお願いします。うん、日頃の行いが良ければ大丈夫だと思うんだけど、まあ関係ないか、それとこれはねまた別かもしれない。はい、行きますよ。だってあーね、ありがとうございます。はい、じゃあ寝ましょう皆様。はい、じゃあちょっと寝るねすぐは寝ないけど、ありがとうございました。1時間と7分やりましたライブね。じゃあまた来週も突然というか、まあもちろん事前に告知はしますけど、今度はでももうすっぴんじゃなく普通にやろうと思います。でもね、お昼の時間とかはね避ける、うん、やっぱりね夜のがいいと思うけど、メイクしてる時にやりたいなと思います。寝坊しない、うん、大丈夫よこの時間だから、いっぱい寝れるからまだ。じゃあ皆さんおやすみなさい。どうもお付き合いありがとうございました。土曜日の17時の更新楽しみに待っていてください。クルーザー編でオープニングとエンディングをあの優しい彼女に作っていただいたので見ていただけると嬉しいです。ではでは、バイバーイ、おやすみ。皆さん明日も頑張ってくださいね。もう明日とか今日ね、頑張ってください。バイバーイ